ュバウンドソサイティムーブメント2019。皆さんこんにちは。どうもありがとうございます。まあ、朝ですからね、こんなもんですよね。さあ、ということで本日は L ウーマンユーソサイティ2019にお越しいただきまして誠にありがとうございます。今年で、ね、坂井編集長もおっしゃっていましたが6年目を迎えるイベントとなりました。今日の、ね、大盛況ですね。ありがとうございます。ということでこれは働く女性のためのイベントといたしまして、まあね、自分たちが自分らしく楽しく輝けるためのイベント、まあ、そして輝けるためのヒントになればというね、盛りだくさんのコンテンツを今年もお届けしてまいりたいと思っております。そしてですね、2019年今年のテーマはこちらです。 New Era New World ということで、新時代の女性を生きる、こういったテーマで今日たっぷりとお届けしていきたいと思っております。働き方改革がスタートした今年、新しい令和という新しい時代の幕が開けまして、個人の幸せが尊重され、ワクワクするキャリア、これってどんなものなんでしょうか。これからの働き方を皆さんと一緒に考えていければなと思っております。ということで、私本日の司会を務めさせていただきます庄司舞と申します。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、ということでお待たせいたしました。今日本で最もベストフィメールシェフアジア50に近いと言われております、エテの庄司夏子シェフによる自分プレゼンツ術をまずはじめにお届けいたします。ね、まだまだ男性の比率が圧倒的に多いこの日本の料理業界でひときわ輝きを放つ孤高のシェフ、まあね、あの料理技術だけではやっぱりやっていけないこのスターシェフとしての矜持は、いつか世界に向けて自分を武器に仕事をしたいと考えているどんな種類の女性たちにも、まあ、参考になるんじゃないかなと思います。登場したら皆さん、おお、こういう歌だったんだっていうね、インパクト当たるようなシェフだと思いますので期待していてくださいよ。題してエル・グルメプレゼンツ、私たちが明日のスターシェフということでお届けしていきたいと思います。まずはご紹介しましょう。それではエテの庄司夏子シェフです。皆さん拍手でお願いいたします。どうぞご登壇ください。庄司シェフ、え、お、シェフって感じでしょ。美しいし、ありがとうございます。よろしくお願いします。ギリギリ大丈夫でしょうか。皆さん結構ミニでいらっしゃいますけれども、本当にお素敵。いや、ありがとうございます。いや、だから私もさっき打ち合わせでお会いした時に、あの先ほどの、あの写真、はい、いただいてたプロフィールの写真とイメージが全く違うなと思ったんですけれども、はい、今日はね、またファッションも素敵で、このイベントに合わせてアクセサリーですとか、これ私物でいらっしゃいますか。あ、全部私物です。来ていただいたんです。ちなみにアクセサリーどちらでしたっけ。アクセサリーは今日この後あの登壇される予定 の、はい、あのアディアムの前田花子さんのものです。お似合いですよね。なんか仲がよろしいそうで。あ、すごい仲が良くて、もともとうちのお客様でして。あ、そうなんですか。そうです。と、そしてカルチェもしてらっしゃったりとか、もう、ね、今日に合わせて来ていただいたんですけれども、まず、まあ、じゃあお座りいただきましょうか。おかけください。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。すごいでしょ、素敵でしょということで、改めまして庄司夏子さんのプロフィールを皆さんにねご紹介したいなと思うんですけれども、庄司夏子さんは1989年生まれてらっしゃいます。現在1日1組4席のプライベートレストランエテのオーナーシェフとしてお店を営んでらっしゃいます。プライベートレストランなんですけれども、食べログでは全国100位以内にランクインされていらっしゃいます。そうですね。そして3年連続でシルバーアワードを受賞し、世界のレストランランキングとして7回 OAD でも日本人女性シェフとしては初のランクインを果たされました。
は別のベクトルとしてオリジナルスイーツを販売する、こちらまたね宝石箱のようですけれども、フルールドエテも主催されておられます、ね、結構これ知ってるという方いらっしゃいますね。ポツポツと今日からまた爆発的に人気になるんじゃないかなと思うんですが、もう今の時点で予約困難の味となっておりまして、この前にカルティエとのコラボイベントで発売したスペシャルバージョンももちろん即日完売だったそうです。そしてまあシェフとしてパティシエとしてまた最近ではメディアへの登場もねとても覚えてらっしゃるんじゃないかなと思います、勝利さん。そして現在発売中のこちらなんですが、エルグルメ最新号ご覧になった方いますでしょうか。こちらなんですが、今ねちょっと開けますよ。じゃじゃーん、カメラさんグーッと寄っていただけます。ちょっと光っちゃうかな、大丈夫ゆっくり見えますか。こちらです。こちらもまた素敵な衣装を着てらっしゃるんですが、最新号内の今時シェフの生態系特集では、多くのシェフの紹介記事のトップ飾ってくださっております。ということでこちらぜひね皆さん後ほどお手元に、撮ってご覧いただければと思います。さあそしてですね、仕事の拠点は今や国内だけにとどまらず、海外のシェフとのコラボレーションイベントも増えたという庄司さんなんですが、まあ、本当にね次世代のスターシェフとして生きるこの庄司那須子さん、どんどん彼女の今を探っていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こういう場って多いですか、あまりないですか、ポジションとか。いや、ここまで多くの人に集まっていただくのは初めてかもしれないです。あ、そうですか、はい、いやでもね本当に素敵な方なんで、この魅力をね庄司さんの魅力をたっぷりと皆さんにお届けできればと思うんですが、まずはやっぱりシェフとしてのお話を聞きたいので、はい、まあどんな、まあ料理を始められたきっかけというのを聞かせていただきます。私の高校がもともと食物科っていう学科でして、高校卒業と同時に調理師免許を取れるそういう高校があってですね、そこにありまして、きっかけはですねその高校に入る前に中学校の時にですね家庭科の授業でシュークリームを習ってですね、でそれでシュークリームのシューが膨らむ姿に痛く感動して、なんか友達にあげまくったんですね。そしたら友達がなっちゃんはもうシュークリーム屋さんになるべきだって言われて、それがきっかけでその高校に入学して、気づいたらもうこのような形になってました。あ、じゃあもうパティシエになるべくしてっていう感じなんですね。そもそもシュークリームから始まった。そうですね、シュークリームというよりかはその食で人を喜ばすことがすごい嬉しかったみたいで、それを今も引きずって生きてます。そして最初に勤められたお店というのは、はい、フロリレージュ。あ、そうですね、フロリレージュの前にも1軒修行してて、ね、合計2軒修行してます、はいはい、フロリレージュというのも素晴らしいフレンチですけど、どうでした？そうですね、シェフが私と同じ高校で先輩に当たるんですけど、そのつながりでオープニングスタッフとしてやらせていただいたんですが、めちゃめちゃ厳しくて、正直本当に朝早く夜中までっていう、もうイメージ通りのすごいスーパー厳しい状況にいました。なるほどね、やっぱそうですよね。でも24歳の若さで2014年にご自分のお店をオープンするのか、これは異例じゃないですか。そうですね、フロリレージュを辞めた後に、まあ、ちょっといろいろ考えて、やっぱり23歳の女性で当時全然無名だったので、やっぱり最初にスタッフも雇うのも難しいですし、大きなお店をやるのはすごい困難だと思ってですね、まずもともとはレストランっていう目標があったんですけど、まあ、自分 の, そのオリジナリティのあるケーキを作って販売して、幻のケーキって言われるまではそのケーキ一筋で頑張ろうと思ってたんですね。そうですね、そこからそうですね、それで、はい、
まあ、その今では皆さんが気にかけてくださるケーキなんですけど、あのケーキのおかげでそのレストランがうまくいくという考えがあって、最初にもずっと1年間ずっとケーキだけ売ってたんですよ。それでたまたまですけど、たまたま私運が良くて、東京カレンダーさんの推薦でスマステーションさん の特集、日本が誇る食の職人9人っていう特集があって、それで私を紹介してくださってですね、たまたまそれがスマップ の, 解散発表の前日放送だったんですよ。すっごいラッキーで、でスマステーションって生放送じゃないですか。香取さんの表情はどんなものだったのかと、多分ファンの方ですとかいろんな方が思って、再生回数がめっちゃすごかったんですよ。それでもうアクセス数が殺到してですね、でケーキの認知度がそれをきっかけじゃないですけど、きっかけもあってすっごい広まって、で今はちょっともう人気もちろん続いたわけですけれども、そういうラッキーなこともあって、運も認知度が広まってくださいました。いや本当見た目ね、本当に素敵ですよね。小さなお花畑といいますか、宝石箱といいますか、やっぱり今女性の心をくすぐりますし、プレゼントされたらすごく嬉しいと思うんですよね、はい、このケーキのインスピレーションの源というのは、もともと私自身も、私の母もですね、お洋服がすごい好き でその影響がちょっとあってですね、ずっと結構小中学校の頃から、ファッションの雑誌とかすごいよく見ていて、で、結構ファッションショーとかの動画とか、あと、シャネルさんやカルティエさんの、新作とかをウェブとかで結構見てたんですね。それにインスパイアされて今のケーキが生まれました。いや本当に素敵です。今出せたりしますか、このケーキの美しさ、皆さんにご覧いただきたいんですけれども、出せた。これがですね、ピーチですか、何ですかこれは。そうです、こちらは桃のコレクションなんですけど、うん、このケーキはですね、シャネル の,、はい、結構代表的なコレクションのマトラッセのカバンのですね、柄からインスピレーションを受けて、マトラッセっていう名前でこのケーキは生まれました。確かにダイヤといいますかね、スティッチでこうマトラッセですよ ね, そ, すね、そこからのインスピレーションなんですね。そうですね、他のケーキ出せたりします。今これね、アップで確かにそうですね。ああ美しい、確かにチャンネルのマトラッセを彷彿させる感じですね。いやでも本当にファッションから来てるっていうのは、これはどうですか、イチゴですか。これはジュエリーから来ていて、ジュエリーとあとその黒い粒がダイヤモンドでして、はいはい、これが黒トリュフがダイヤモンドって言われていてですね、食材もそれにかけて、はい、ダイヤモンドを表現しているんですね。であとその雪の結晶に見えるのが、それはトリュフをかたどったもので抜いたものでして、そうなんです。そうなんですか。トリュフを雪の結晶状に抜いて、でオーナメントのように表現しているんですね。これはジュエリー、スイーツに合うんですか。いちごとすごい相性がいいんです。すごい発想も素晴らしいですよね。でもファッションから来てるとはあまり想像つかなかったかなと思うんですけれども、さあそしてお店にもたくさんの方がいらっしゃるということなんですが、今回のエテにいらしてくださった方の数々の写真出ますでしょうか。そう、はい、これ誰ですか。真ん中、真ん中、サッカー、といえばデイビッド、そう、ベッカムですよ。すっごいかっこよくないですか。デビッド・ベッカム選手ですよね。そうです、あと息子のブルックリンさんと。息子さんもかっこいいですね。そうです、息子さんです。うわ
このお二人は何を召し上がったんですか？こちらレストランに来ていただいたので、はい、うちのコースを一通りケーキも含めて召し上がっていただきました。それはなんかリクエストとかいろいろ細かいのありましたか？いや、特にリクエストもなんかお任せで、苦手とかもなく。あ、そうですか。何でも大好きって言ってました。あ、そうですか。特になんかこれ美味しいっておっしゃってたのとかありますか？そう、全部でしょうけどやっぱりうちのシグネチャーのケーキの方は特に感動してくださって、すごい喜んでもらいました。ちょうど息子さんが誕生日のシーズンにご来店されたので。あ、そうなんですね。すごい喜んでいただけました。いやー、すごいですね。プライベートレストランですからね、密に、ね、時間を共にできますからね。そして召し上がっていただくっていう自分が作ったものをね、ベッカムさん、ご存知でした？ベッカムさんは。あ、ベッカムさんはさすがに知ってました。次の写真お願いします。こちら皆さん分かりますか？庄司さんはご存知なかったそうです。一番皆さんから見て右、分かります？分かるって人誰？聞こえないけど多分大谷選手って言ったよね。そうですよね、大谷翔平選手です。なんかね、写真だと若い感じしますよね。だけれども数々の有名人といいますかオリンピック選手が皆さんですよね。分かります？さっき調べたんですけど、ベッカー・マシュー選手、お隣にいらっしゃいますよね、柔道の。でも知らなかったんですよ、ベッシューさん。そうですね、基本的にテレビを全く見てなかったので生きていて、スタッフの子が教えてくれて、シェフやばいですってシェフこれは絶対にケーキ絶対作ってくださいって言われてあ、分かったって。あ、でも調べました、しっかり。水泳の瀬戸大也選手でしょね、多分ね。あと萩野公介選手ですよね、きっとね。皆さんもうんうんとうなずいてらっしゃるけど、あまりテレビをご覧にならないということで、でもね、召し上がっていただいたということで。そうですね。小谷選手は何が一番美味しいって言ってましたか？あ、ケーキですか？ケーキ、いちごのケーキを作らせていただいて、はいはい、いちごでですね、背番号の17番をあしらったケーキを作ってお持ちしました。そうなんですね、はい。じゃあその時は聞いてらっしゃったんですね、こういうふうにいらっしゃるよっていうのは。依頼を受けた時にスタッフが教えていただいて、もらって調べてで、その時にいちごフルーツを使っていろんな形状ができるっていうのをこの方へのケーキのおかげでちょっと新たに生まれたんです。大谷選手のおかげで新たなフルーツケーキが生まれたんですね。すごいですね。すごい。でもね、皆さんもきっとお喜びになられたんじゃないかなと思いますけれども、本当にね、素晴らしい多彩なシェフなんですよ、皆さん。さあ、ではちょっと進めていきたいと思うんですけれども、やっぱりシェフ、あんまりちょっとシェフっていう感じのイメージでいらっしゃらないような気はするんですけれども、もともともうずっとシェフになりたいなっていう感覚はありましたか？いや、すごいシェフになりたいというよりかは、そのちょうどフロリデージュで修行してる時にですね、まあちょっとうちのプロリレージュがすごいいい環境で働かせていただいて、でこのままシェフの片腕としてやらせていただいてて、すごい充実した環境だったんで、ずっと働いてたいと思ってたんですよ。でもその働いてる時にですね、実はうちの父が亡くなって、肝硬変で亡くなったんですけど、その時にすっごい仕事人間だったんで、私全然その看取りにも行けず、まあなんかちょっとそういうことがあってですね、まあちょっとうちの母の時にも同じことを繰り返すんではないかってちょっと考えてしまって、一旦もう職をちょっと離れたんですね、一時。でそれでその後にですね、プロイレージュの時代にお世話になったお客様から、なっちゃんの焼き菓子がもう一度食べたいっていうリクエストを受けて、で焼き菓子のケーキを作ったんですよ、そのお世話になったお客様に辞めた後なんですけど、その時に
そうですね、すっごい喜んでいただけて、もう一度食の世界に戻りたいって欲が湧いてきてしまって、でやはりそのフロイレージュとかその前に働いてたそのお店のシェフに対してすごい尊敬していたので、その後他の店で働く気は全く浮かばなくてですね、そしたら自分で起業して死ぬ思いでやってやろうと思って、それで、有名になったら恩師に対しての敬意も示せるかなと思って、それでもう一人でやることにしたんですね。なんか女性の考えすごい姿勢ですね。そういう経緯があったんですね。そうなんですよ、ね、でもご自分で始められてどうですか今。そうですね、やっぱりそういう環境が起きた年が当時私が23歳の時だったので、もちろんちょっと深い話をするとそのお店をするにあたってお金を資金の調達ですとか若いから女性だからっていうことですごい壁があってですね、すごい苦労したんですよ。でもその昔のお客様とかにとかのご縁でつながりとかで起業はできたんですけど、やっぱりすごい苦労をして、であと私体をですね一回重労働ですかね、結構いっぱい働きすぎてヘルニアになってしまって入院手術したんですね。あ、そうなんですか。深くして、その経緯もあって、自分のやれる範囲の小さい店で最初はスタートしようって思ったのがきっかけもあってですね、それで今の小さいお店のスタイルが始まりました。もっともっとお話聞きたいんですけれども、今5分の努力が出ちゃったんで、ちょっと最後にね、どうしても本当に全身全霊で最高なものを提供するのをね、すごく仕事の姿勢とされているような気がするんですけれども、庄司さんからね、この仕事の流儀というのはどういったものなのかお聞きしたいなと思います。仕事の流儀です。よくいろんなインタビューとか、生きていて何回かですね、夢はありますかって聞かれたんですね。そんな私はですね、夢とかそういうのが夢っていう言葉が全然好きじゃなくて、むしろ嫌いで、正直な話夢って結局は自分が叶えるものなので、もう自分がやるしかないと思っているので、結局夢を見るんじゃなくて自分の目標として捉えて生きていくっていうのが私の流儀なので、やっぱりその仕事も待ってたら来ないし、自分でどんどん新しいクリエーションを作り出してプレゼンしないと、もう今の日本はすごい素晴らしいものにあふれているので、すごい厳しい時代だなと思いますね。だから夢は見ず、自分で目標としてその目標を捉えるために自分でプロセスを組んで、いかに自分が動けるかと思ってます。逆算するという形ですか。そうではなく、そうですね、もちろんその逆算もあるし、いついつまでにこのタスクをやるって言いますか、もう本当に具体的に、夢ってなんかふわってしてると思うし、私は目標にして、じゃあいついつまでにここにアプローチして、アプローチの反応をもらったら次のアプローチをしてっていう段階を踏むことだと思ってますね。女性にこういうことを聞くの失礼ですけれども、はい、今おいくつでいらっしゃいますか。29です。29、30代にも女性から私はたくさん学びましたけれども、ね、皆さん深くうなずいてらっしゃった方も見えましたが、そうなんですね、夢って持つんじゃなくて実現するものなんですね。そうですね、ふわふわふわして待ってても来ないものだと思っていて、夢じゃなくて目標にして必ず掴むとしか思ってないです、私は。かっこよすぎます。もう本当にね、このクールビューティー突っ走ってずっといてほしいなと思いますし、ぜひ皆さん得て、多分予約はね難しいかなとは思いますけれども、ぜひトライしていただいて、そしてケーキも召し上がっていただければ、この姿勢のみならず本当に素晴らしいシェフで、世界に日本が誇る日本人シェフであるってことは分かるんじゃないかと思います。ということで今日は庄司夏子さんにお越しいただきました。ちょっと皆さんに働く女性の皆さんに一言だけメッセージ
ージをお願いしてもよろしいでしょうか。一言メッセージ、まあそのなんか若いだから若いから女性だからって言ってたくさんの壁が私はあったんですけど、でも若くて女性、ね、で若くなくても女性だからっていう視点で今私はこうやってまあフューチャーしていただけてるので、女性であることにちょっとなんか壁を持たず、壁を感じてもその逆に生かしてまあオリジナルの存在になるといいと思います。オリジナルの存在、ありがとうございます。本当にオリジナリティがあふれる庄司夏子さんにお越しいただきました。皆さん拍手でお願いいたします。雨の中ありがとうございます。すいません、なんか一番早い時間でちょっと朝、ね、遅くだと思ったんですけど、ありがとうございます。本当にありがとうございます。